しないと終わんないわよ。はい。坂東本部長には社会人として必要なことをたくさん教わりました。あの人がそんなことをするなんて。坂東本部長はこの件を把握しているのに目をつぶっている。これは明らかに食品の偽装だ。この事実を見過ごすことはできない。大豆の品質証明書を揃えるのはお前の仕事だ。この仕事に市場を挟む余地はない。はい。鈴木、今どこだ？外で打ち合わせ中だけど。ああ、すまん。じゃあ、また後で電話する。一番高いと思いませんでした。だろ、俺の予想通り。予想通りですね。繰り返しただけじゃん。すいません。でもいいよ。中原、何してんだよ。お、悪いな。パソコン借りた。うちの部、電気工事入っててさ、停電なんだ。どうしてもパソコンが必要で。でも、部の ID がないと使えないだろ。みたいだな。ほら、基本じゃん。珍しいね、初歩的ミス。そうだね、もうちょっとカラフルにした方がいいかもね。あとはシールとかも貼った方がいいんじゃないの？失礼しました。中原さん、今日は一つだけいい子だった。私も今日一日ずっと先輩と一緒にいて、いろんなことを教わったんです。そっか。毎日自分に言い聞かせてるんです。
何事も一日にしてならずって、今できること精一杯頑張ろうって、それでいいんですよね。どうしたんですか？いや、はあ、なんかQちゃんの顔見ると元気出るわ。Q ちゃんさ、はい、もし何か辛いことがあったら何でも俺に言うんだよ。はい、俺 Q ちゃんとずっと一緒にいたいと思ってるから。俺はそのつもりだから。中原です。会社の先輩なんだ。あ、ホワイトどうだった？楽しかったよ。みんないい人たちばっかりだった。よかった。じゃあ俺はここで。ありがとう。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。彼氏？え？お姉ちゃんバレバレ。優しそうな人だね。うん、姉ちゃんはいいな。大学行っていいところに就職できて、あんなに素敵な彼氏もできて、私がお姉ちゃんだったら毎日が楽しいだろうな。愛、何かあった？何も。立花さん。中原さん。どうしたの？私部屋の鍵をなくしちゃって、鍵屋さんに電話したら2時間ぐらいかかるらしくて、近くにファミレスとかあったら教えていただければなと思って。ファミレスはこの辺にはないと思うんだけど。そうですか。じゃあ近くの公園で時間潰します。え？おやすみなさい。